ハリウッド帝国子役上がりに挑戦です。タイトルと敵との因果関係はありますか？どこにもないと思いますが、まあ見てみましょう。ではゴー。にゃんコンボは暴風一家。何をするつもりですか？敵が強い上にできることが限られてるんですよ。島や赤に強いキャラで固めてますが、主な敵はゾンビです。というより明らかに体力の高さ重視ですね。失敗は許されない厳しい戦いになります。攻撃力はあれですが、大凶ラインの島は使えます。対策としてはドリューの攻撃に対してが大きいです。結構目障りですからね。こちらを吹き飛ばして邪魔をしつつ進行をしてきますからね。生産性に問題もありますし、ゾンビキラーがいないので危なくなりますが、なんとかしてみます。今のところキャベロンだけみたいですが。今のところはです。一角くんが前に来てくれたおかげで攻撃できます。ピンチな気がするんですが。城同士の距離が近いから必然的にそうなります。さっさと倒して資金を得ないと負けてしまいますから、頑張っていただかないと。お金の工面ですでにピンチですね。ですが準備は整いました。キャベロンを倒してさっさと城を叩きに行きます。出せるだけ出しますが、残りのお金とキャラの再出動のことを覚えていてください。喋っている間に倒しましたね。城を叩くとスカルボクサーがどんどん出てきて手に負えなくなります。城は攻撃できているみたいですね。さあここからはどっちが速いかスピード勝負。敵の方が有利に見えますが大丈夫ですか？勝利ー。さあ刹那の攻防に勝利しました。危ないですね。あれだけの数まともに相手してたら時間の無駄です。ご視聴いただきありがとうございました。また見てくださいね。次回予告。10分を超える戦いが待っている。結構大変だ。負けるな、にゃんこ軍団。セクシースキャンダル。交互期待。